さあというわけで9月17日にやっと隔離が終わりました。嬉しい。いやー、外の空気を存分に吸うことができます。よかったです。これでですね、公共の交通機関を使って僕は移動することができるんです。ありがとうございます。よかったです。まあそんなこんなでね、もうただただ遊びに来たわけではないので、コロナワクチンを接種してベトナムに帰りたいと思っています。まず1回目の接種はですね、ファイザーを私は予約しました。海外在住者、一時帰国者向けの無料で接種できるものがございましたので、そちらで接種することにしました。こちら羽田空港か成田空港でしか接種できませんので、お気をつけください。実は帰国した当日にも受けることができるんですが、帰国した当日に受けるためには1週間前に必ず予約をしなければならないんです。僕は急遽帰国が決まったので9月2日入国時点の予約ができなかったんです。だから隔離明けの9月17日この日に羽田空港に行くことになりました。僕がサイトを見た時点で接種できるワクチンはファイザーとアストラゼネカでした。僕は10時に予約していたんですが、かなりスムーズに接種することができます。本当にありがたいです。接種後僕は盛岡へ向かいました。新幹線も久しぶりに乗ります。この時東京は緊急事態宣言を行っていましたので、盛岡に着いた翌日僕は PCR 検査へ行きました。盛岡で PCR 検査を受ける際、1900円で受けることができました。唾液検査でございました。お客さんもほとんどいなかったのですぐに終わることができました。こちらもネットで簡単に予約ができます。こういった梅レモンが貼り出されていたので唾液出し放題でした。そして2日後に晴れて陰性証明書が来ました。ありがとうございます。しずけせっにゃん PCRT しずけらアンヒンロイねんしずけ DQI ビデオおもりおかにゃバイバイ。